ハッブル宇宙望遠鏡が撮影したシューメーカーレビ第9彗星シューメーカーレビ第9彗星は1994年に木星に衝突したことで有名な彗星である。識別符号は D1993 回にシューメーカーレビ第9彗星、シューメーカーレビ第9彗星などとも呼ばれ SLQ と略称される。1993年3月24日8時頃に パロマーン問題で観測中の友人シューメーカー、キャロラインシューメーカー夫妻とデイビッドレビによって乙女座に発見された。通常の水星とは異なり、水星角は長さが1分ほどの棒状に見え、棒の中にいくつかの点が光って見えた。発見して間もなく、観測データから軌道を計算した結果、いくつかの興味深いことが判明した。木星に残った。 衝突昆水星の分裂核は1994年7月16日から7月22日までの間に相次いで木星の大気上層に衝突した。これは史上初めて多数の人々が目撃した地球大気圏外での物体の衝突の瞬間であった。この衝突は地球から見て木星の裏側、輪郭から見て数度向こう側で起きたため直接の観測は できなかったが、衝突時の閃光が木星の衛星に反射されたものを観測するほか、湧き上がるキノコ雲の観測、赤外線による閃光の観測などが行われた。観測には、地上の巨大望遠鏡と、ハップル宇宙望遠鏡やガリレオ探査機などの人工衛星が動員された。衝突根は小型望遠鏡でも観測できたため、各地でも観測会が開かれた。 撮影された写真は衝突から数時間以内に当時普及しつつあった WWW 上で公開された。衝突後の衝突根には木星大気の下部から湧き上がってきた物質が含まれており木星大気の研究に貢献した。また衝突根は地球と同じサイズのものもあった。当時この規模の水星が木星に衝突するのは 約千0 0 0年に一度の稀な現象であるとされたが、1690年に、ジョバンニカシーニが木星表面に SLQ の衝突痕とよく似た反転を観測していたことが、1997年になって日本人による調査で判明した。さらに、2009年にも幅500メートルの天体が衝突したと推定される衝突痕が発見されている。 シューメーカー夫妻らによる SLQ 発見の方を聞いた北海道の天文家渡辺和夫、円環金らは愕然となった。SLQ の発見位置が彼らが数日前に小惑星捜索のために撮影した捜索写真の中央位置と一致したからである。調べた結果3月15日と20日に円環が撮影した写真の中央にまさに SLQ が映っていた。 彼らは小惑星の捜索に気を取られて、潰れた形の SLQ を、境外銀河と勘違いしてしまったのである。この話の詳細は、渡辺の小惑星ハンターに載っている。古来天体観測者の間では、新天体の発見、特に彗星の発見は、大きな目標の一つとされ、1990年代半ばまでは、アマチュア天文家が発見に多大な貢献をなしていた。 しかし、シューメーカーレビ第9彗星の木星衝突により、それまでは可能性として語られるだけだった地球への天体衝突が現実の問題として急浮上されることとなった。この問題への対処のため、学術機関による積極的な観測が開始され、自動観測技術の向上、人工衛星からの写真分析なども相まって1990年代後半以降は、 個人による水星、小惑星の発見は難しいものとなった。これにより天体の第一発見者となることを目標とするアマチュア天文家は観測対象を変更するものが相次いだ。日本において2000年以降に板垣光一をはじめとした観測者の新星、超新星の発見が激増しているのはこの影響である。ありがとうございます。